行きますよ。はい。はい、問題です。はい。じゃーん。ブラジルでは、ある人のことを、カボチャさんと呼びます。はい。さて、それはどんな人？え？A、美人な人。うん、B、優しい人、うん。C、顔が大きい人。でもさ、じゃあ、カボチャに対する形容詞をさ、日本的に考えると、ま、なんとなく顔が大きそうだよね。そうだね。そうね。そうね。ブラジルの地球の反対側だ、どうかな。どうなんだろうね。ブラジルの人どうですか？聞こえますか？無理だな。無理だね。ちょっと遠すぎたな。ちょっと大江戸線の地下でも遠いなって感じるぐらいだ、ね。そうだよね。きっと大江戸線にも届いてないね。うん。わかんないな、かぼちゃさん。こういう時はね、隣にある携帯の Google 先生行くのが一番いいんだけど。Google 先生だ。それからなんか Siri とかにさ。あ、そうだよ。かぼちゃさんって言ったらなんか教えてくれたりしないかな。かぼちゃさん。ブラジル。かぼちゃ。みたいな。そう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 。ブラジルかぼちゃで検索がいい。そうそうそう。似てる。どうする？どうしよう。でも、やっぱインスピレーションって大事だよね。そうか。じゃあ C の顔が大きい人で。正解した。やったー。正解ですよ。じゃあお菓子が2つもらえます。やったー。来るんじゃない。来るんじゃない最後の。あ、来ない。じゃあ。ちょっとなんかある、なんかあるぞ。嘘。嘘。ちょっと待って、なにこれ。やだね、なにこれ、やだ。しかも地味。え、地味にカエル入れたの誰ですか、ここに。あれ、ほら。すげえ地味だよ。ちなみに私、カエルは飼ってきたことありますからね。全然平気ですよ。ちょっと私、カエルね、超苦手だよ。